様に会った。お兄ちゃんが会いに行ったらすごく喜んでくれると思うの。そうなんだ。よかった。姉様、鏡がなくなってからすごく無理をしていたの。それなのに私は何もできなくて。姉様は巫女だから、メガ族のみんなを導く人だから。だから母様の残したあの鏡だけが心の支えだったの。お兄ちゃん、お願い、他のかけらを見つけたらまた姉様に届けてあげて。お兄ちゃん、他のかけら。橋のそばにいた魔物をやっつけちまっただと。驚いたぜ。華奢な体なのになかなかやるじゃないか。さすが、あの参道を抜けてきただけあるな。確かアドルとか言ったな。ロイドに魔物を倒したことを伝えてみるといい。ちょっとした礼くらい出すはずだぜ。いらっしゃいませ。今日はガゼルさんが仕入れてくれた鶏肉が入っているのよ。よかったら召し上がれ。私は昔ロムン貴族の船で働いていたんだよ。その船がモノミユさんのつもりで大渦に近づいたことがあってね。操舵ミスで舵を取られてそのまま大渦に巻き込まれたんだ。父はまだ赤ん坊の時にここへ流れ着いたんだ。今じゃ大切な一人娘だよ。父はまだ赤ん坊の時に今じゃ。なんだよ。浮きずれた私を見ないでくれ。あなたはクワテラから地下の遺跡を通ってカナンへ来たそうですね。あそこには随分と昔に描かれた壁画があると聞いています。詩人として実に興味深い。そのうち詳しく話を聞かせてください。よう、新入り剣士君。俺はガゼルのおっさんと狩りしたりエメルを集めたりして暮らしてるんだけどよ。ガゼルのおっさんってロムンとかいうめちゃくちゃでかい集落から来たらしいんだよ。なんでも恋人の親に結婚を認めてもらえず二人で逃げてきたんだってよ。人は見かけによらねえよな。吊り橋付近の魔物を退治してくれたのですか。それは助かりました。本当にありがとうございます。何かお礼ができればよいのですが。そうですね、私の使い古しになりますが、これなら君の役に立つでしょう。ようやく橋の修理を本格的に進めることができますね。早速人を集めるとしましょう。なんだかんだ言っても橋を使ってレダ族とも取引しているんですよ。ケビンさんなんかは
率先してクアテラへ行商に行くんです。鏡のかけらを巫女殿に届けて差し上げたのか。あの鏡はアルマの魂が宿る御神体のようなものと聞いている。残りも無事見つかればよいが。そっか、鏡のかけらオルハネに返してあげたんだね。すっごく喜ばれただろう。オルハネ、あの鏡のことを本当に大事にしてたからさ。そっか、鏡のかけらオルハネ、あの鏡はアルマの魂が宿る残る。自分だけの店を持つのが昔からの、まさか漂流した先で叶うとは思わなかったわ。姉の夢を実現するためだもの、弟が協力して出ていくのは当然よね。今日のメニューは、私旦那様にお前は料理だけが取り柄だって褒めてもらったんですよ。照れちゃいますよね。Thank you.
旦那の命令とはいえ、まさか尻尾どもと協力とはな。気は進まないが、向こうに残ったケビンのおっさんを助けると思ってやるしかねえな。そう、イーシャに顔を見せてやってよ。彼女、君が来なかったか毎日ここへ聞きに来るんだ。今ならちょうど月の渚へ行ってるはずだよ。
やあ、アドル、遊びに来たのかい？そうそう、イーシャに顔を見せ、彼女、今